イエーイ。あとはボサボサノーメイク。明石2日目ゆっくり朝食を食べ、試合を2ピリ目から見るエセファンです。見てこれ、最高ちゃう。あ、もう観光だわ、これは観光。もう試合がヒリヒリしすぎて、もう何度も息止まって、気づいたら泣いてて、私の体もほぐしてくれてるカードファクトリーの先生に終わって声かけられて、泣いたって言ったらはいって言われました。いやもう試合ヒリヒリしすぎて、全国大会ってこうなんだなって感じですね。サイオブコーっすわ、これサイオブコーですわ、サイアンドコーですわ。やっぱ海っていいなでね、見えるかな、寄ったら見えんのかな、バチクソ渋滞してんの、本土からの方がすごい渋滞してて、この橋の上でさ渋滞してほしくないよね、怖いっていう。そういう感じで、もう本当にその横で試合がやってるって感じなので、いやもうちょっと祭り感欲しいよね。全国大会とか開くのって結果その地方にお金を落とせるっていう目的もあるわけですよ。もっとなんか地元を挙げて祭りにしてもいいんじゃないかなっては思う感じですね。このコロナ禍の中でお店出すのとか難しいのかなって思うけど、いや今音楽フェスとかいろいろねルール守って、ちゃんとルール規制してやってるわけだから、そこにお金を落とすシステム、経済を回すシステムまでぜひお願いします。お金を使わせてください、お願いします。この辺りちょっと何もお金を落とすとこないんで、明石駅の方に電車で移動して、そこであのなんか商店街あるんで食べようと思います。えいやい。だよ。そして熱い、たい焼き熱いぞ、マジで焼きたてなんだよね。あ、熱い、持ってるだけで熱いかも。店員人気ナンバーワンのパインティーでございます。パインティー美味しいんやろか、よく混ぜてって言われましたわ。パーリ天使のわらび餅買いました。むっちゃ汗だく、ちょっとこいつだけは溶けちゃうので先に飲みます。混ぜてください、よく混ぜてって言われましたね。よく混ぜてます。いただきます。ん、あ、すごい、ん、あ、これは溶ける、ゴロゴロとかじゃなくてほんとドロッとしたわらび餅が入っててニュルニュルンって食感が面白いし、パインティーうまい。お姉さん信じてよかった、すげえうまいぞこれ。ぎっしりだし中もちもち、うまい、駅弁食べてる気分になる。え、本当美味しくてパック食べてる、すごいぎっしり。はい、戻ってきた、めっ
でこの明石海峡大橋をバックに食べる明石焼き。風も強いけど日差しも強いし、お箸と出汁がついております。出汁本当は食べ比べしたいと思ったんですけど、15個入り700円かと思って1個だけになりました。はい、あー、ぎゅうぎゅうやん。食べます。待って、あーあー、ということで出汁をたっぷりかけましたゆえ、ははは、いただきます。うん、え、うまい。びっくりする。ふわふわ。たこ焼きじゃない、やっぱり卵焼きだよこれ。もうね、ひたひたなの。うまっ、うまっ、バカうまっ。うまかった、うち負けた。15個大変かもと思ったけど、食べれるかもしれない。うん、たこ入ってる。うん、びちゃびちゃ。髪の毛もびちゃびちゃ。これはやったわ。今私だしまみれなんだけど。